時間は9時を迎え始まりました亀井久志のカメラジオ、通称カメラジ。今日もここ FM 小田原の欅通りスタジオより 87.9MHz の電波に乗せてお送りする60分間、パーソナリティは私、ライブハウス小田原シャレードで店長をしております亀井久志です。そして今週もゲストが遊びに来てくれました。今週のゲストはバンドティンペッツ吉田翔平くんです。こんばんは。どうもティンペッツのボーカルギター吉田翔平です。イエイイエイイエイ。すごい元気いっぱい。いやいやいや、もうマイク回ってるからねえ。マイクが回ればいけるタイプの。あれよ、あのラジオってマイクとかあんましゃべ、あ、触っちゃダメよ。あ、すいません。めちゃくちゃめちゃくちゃ触ってガーガーいっちゃってるからね。いや、なんかさ、あのラジオに出られるのが初めてと。そうなんです、ね、はい、お伺いしましたけれども、 FM ラジオっていうか、もうラジオ自体初めてです。はい、あの絵が見えない中で、うんうん、リスナーの不特定多数のリスナーの方が聞いてくれてるんですよ。結構小田原市内で流れてますから。おーっと、吉田翔平の名をね、小田原城のみんな。いや、城はいないからね。城では流れてないと思う。城はいないか。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでいつものコーナーで聞かせてください。今日は誰の誕生日。収録中にあの炭酸飲料を飲むという強気のね、あの姿勢で臨んでる翔平くんですけれども。いやいや、モンスターエナジーはね、はいはい、やっぱ話す時には必要なんですよ。必要なんだ、うん、なんかよく飲まれるっていうのはね、聞きましたけど、ね、そうそうそう、集中力を上げるためにね。ああ、うん、必ず飲みますよ。大事ですよそれは、うん、はい。あのすごい私事なんですけれども、はい、実は僕先月、うん、小田原が誇るご当地エナジードリンクがありまして、うん、何それ、はい、湘南ゴールドエナジーという、ゴールドエナジーっていうのがあって、はあ、それのね、アンバサダーに就任したの。それを広める係なの。そうなんだ。 だから、あ、好きなんだったら持ってくればよかったと思って。持ってきてくださいよ、ね、いや今度ちょっとあのシャレドとか来たらあげるね。いや、ぜひ。あの全然僕はそういう、そういう役割なので、うん、なんかプレゼントとかできるので。通販で24本頼みますわ。30本入り。あ、30本 ね、 ぜひね。飲みます、はい、1日1本ね、飲んでみてください。あとは、ラジオ紹介したいと思います。この番組は音楽トーク番組ということで、ノンジャンルで選曲をしていきます。フリートークコーナー通称カメトークでは、ゲストのティンペッツ吉田翔平くんといろいろお話をしていこうと思います、うん、ライブ告知を番組の最後に行います。ぜひとも最後までお付き合いください、はい、それでは今週はこの曲から始めようと思います。新譜が届きました。かっこいい曲聴いてもらいましょう。マヤーンズでオレンジ。はい、聴いてきました。マヤーンズでオレンジでした。以前ね、ゲストに来てくれたバンドマヤーンズ、うん、リリース情報をツイッターでキャッチしまして、はい、でこれね、カメラ人のね、あの特徴というか、うん、あのこれ収録番組じゃないですか。あ、そうですね。我々結構、まあ、うん、その一月前ぐらい撮るじゃないですか。そうです、ね、だからマヤンズのこの新譜って言っても6月23日出てるんですよ。だから一月以上上げちゃったんですけど、まあ、改めて紹介、フルアルバムシンボルフェイシズという12曲入りのアルバムが、6月23日にリリースになりました。もう一回今、シンボルフェイシーズリリースツアー中ということで、4月4日の千葉ルックを皮切りに、先日まで札幌にいたりとか、8月22日大分行ってみたりとか、うん、ツアーファイナルが渋谷クワトロ10月の21日となっておりますので、ぜひともチェックしてみてください。よろしくお願いします。お願いします。この間テレビとか出てたよ。なんか、テレビとか出たい。テレビ、うん、テレビはまあ出れたら出たいな。出れたら出たいか。僕はあのちょっと私事なんですけど、昔あの、はい、青坊主というバンドに、いまして、はい、その20代前半の時に、うん、まあ、そのデビューをしたんですけど、うん、なんかテレビとかはあんま出たくないって言ってたメンバーで。あ、そうなんだ。なんか尖ってるんだ、やっぱほら20代前半だから。で出るなら紅白だなと、うん、であれはほら親が喜ぶから出てもいいってなったんだけど、当時フジテレビからエルビスって結構人気の番組があったの、はい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 、そっからオファー来て、うん、メンバーでどうするって話した結果出たからね、普通に。やっぱ言っても出たいんだよ。いや、あの亀井さんのラジオをお呼びいただきまして、はいはいはい、その前にいろいろ亀井さんの情報を調べてきたんですけど。いやいや、調べないでよね。で、なんか2011年にその青坊主、ね、はいはい、武道館もやっててね、はい、で僕じゃないですよその時は。いや、そうなんですよ。さて、僕じゃないですかね。そうなんですよ、ね、僕2004年ぐらいに辞めてるから。もう それも見ましたよ。結構早々に、辞めることを選んでしまったんですけれども、うん、だから作品で言うとファーストアルバムまでが僕が叩いてるんです、うん、それ以降は、うん、渡辺拓郎くんがドラム叩いてるんですけど、うん、そう、拓郎くんも脱退をすると見ましたよ。あの拓郎さんにレッスン習ってるらしいですね。
調べてありますよ。すごいチェックしてるじゃん。そりゃそうですよ。もうそうそう、小田原のねブルーピジョンスタジオ音楽教室というところで、うんうん、あのドラムアウボーズドラムの拓郎くんが先生やってるから、うん、まあ、まあうちから一番近いスタジオだし、まあほら知ってる、もう同級生だからさ、うんうん、でやっぱ自分よりその上手だなというか、いろいろレッスン練習されてる方だから、うん、で聞いてみてどうかな俺っつって。亀井さんのノート見たら、あのドラムのプレイの中で壁にぶち当たったから習おうっていう、なんかそのもうすぐ40歳になるのにまだ上手くなろうとしてるっていうね、すごいな。いやいやいや、めちゃくちゃ見てるじゃん。見ましたよ俺は。もうそれ調べるんですか、隅々まで。うわ、なんかすごい頭のいい人みたいなやり方ですね。いや、まあちょっとだけですよ、頭いいのは本当に。そんな吉田翔平くん、バンドティンペッツ、うん、僕からまずバンドの紹介したいなと思うんですけれども、ありがとうございます。実は情報が薄くてですね、はい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 、はい、まあ、都内を中心に活動している、うん、まあ、4人組のバンド、うんうん、まあ、ボーカルギターに吉田翔平くんがいらっしゃるという、うん、ことぐらいですかね今んとこ。だから活動歴とか、うん、そのメンバーの名前とか正直全然覚えてないから、今日はそれを改めて小田原のリスナーの方、うん、まあ、ティンペッツのファンの方もいると思うんですけど、聞いてもらいたいなと思っております。まずは、はい、これ毎回やらせてもらってるんで、やるんです。自己紹介、バンド名、担当楽器、お名前、あと一つカメラ人名物、アドリブ質問っていうのをここでぶっ込むっていう、俺が完全にアドリブで考えるものを言ってもらうんですけど、これも10年以上やってるんで、もう質問が思い浮かばないぐらいできるんですよ。好きな文房具、僕から2人いるんで、はいはい、僕からやりますので、はい、2番目に言ってね。わかりました。だから僕があのジャブでストレートだから、うん、ワンツーだからね。わかりましたよ、はい、はい、僕から、はい、バンドザ・大丈夫ズでドラムを担当しております亀井久志です。よろしくお願いします。僕の好きな文房具は三角定規です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。踊れて少し泣ける下北沢のバンドティンペッツ、ボーカルギター下翔平です。はい、一番好きな文房具は、はいはい、うわバカ悪、砂タイプじゃない消しゴムです。よろしくお願いします。なんだこれむずいんだわ。難しいね、うん、消しゴム、砂タイプじゃないやつ、ね、まとまる系のやつね。そう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 、ちゃんと消しゴムか、久しく使ってないな。いや、ここの話、これで話広いことしないでよ。いやいやいや、ここ結構見せ場ですから一個。あ、そうなんですか。いや、なんで三角定規なんすかっていうのが来ると思ったら、食い気味で自分の自己紹介始まっちゃったから、俺の三角定規が滑ったみたいになってるからね、これ。いや違う違う、これだって、まあいいや、文房具とか好きじゃない。好きじゃないよ、別に。俺はいや文房具はまああるんですけど、今これちょっとまあラジオの方は分かんないと思うんですけど、可愛い猫ちゃんの、猫ちゃんのね、こう布筆箱をね、なんかフェルトみたいな生地、なんかお母さんが作ってくれたんですよこれ。母の作った猫ちゃんの、そう、手作りのね筆箱、これを完全オーダーメイドですよ。それいいな。だってちなみに僕あの筆箱なんかほら女子が使いそうな、うわ白い革のなんかあのチャックの先に棒みたいな、説明できない、でもラジオだとね。そう、真ん中が開くタイプの、ね、そう真ん中開くタイプの、なんかちょっと薄汚れてるけど、ね、可愛い感じの。中どんな、中はね文房具の、あの蛍光ペンと、あーすごい、あとこう大学の後輩からもらった名前入りのボールペン、ね、あいいですね、大事大事、そういうの。あとは、まあ鉛筆とかね、あ多色ボールペンも入ってね。そう、うん、まあそんなもんですよ。あと消しゴム、あ俺の好きなね俺の好きと俺の好きと言われている消しゴムが入ってますね、はい、これほらだってペン、このラミーとかのペンだからね、なんか可愛いな。どっかの国のおしゃれなやつ、どっかの国のあんま覚えてないけど、まあでもそんな大したもん入ってないな。でもすごいですね、ラジオ食うのに、はい、俺たち真面目じゃないですか、筆箱持ってきて、まあ、ちゃんとねあのメモ取ってね覚えること書いておかないとっていうのはねありますけれども、すごい真面目だな、はい、あの思った以上に翔平が喋るからめちゃくちゃ時間を押してるっていうね、困った困った。一曲まず入れましょう。はいはいはい、はい、じゃあティンペッツの新譜ですよね、うん、こちら。ね、先日そうだ、今週リリースになってんだ。8月4日にですね、はいはい、新宿のタワーレコード限定ではあるんですけども、はい、一応全国流通という形で、はいはい、ファーストフルアルバムをリリースさせていただくことになりました。おめでとうございます。ファーストアルバムのタイトルがですね、はい、リップルというタイトルなんですけども、はい、今回はそのリップルからではなく、うんうん、違うんだ。一曲目は違うんだね。そうそうそう、いやいやそうだよな、この曲昔からあるよなって思ったけど、そうなんですよ、うんうんうん、あの私たちのデビュー曲をですね、はい、あの小田原の皆さんにぜひ聴いていただきたいと思いまして、ぜひ流させていただきます。それでは、はい、ティンペツからマジックアワー、はい、聞いていただいておりますけれども、
鍵盤のソロからギターソロに移りましたよ。夏感じたでしょ。あ、もうすでに、うん、8月ももうね梅雨明けてますから。特にそうこの曲ね、はいはい、どう忘れしちゃったけど、湘南の海でね、はい、あ、稲村ヶ崎で撮ったんです。稲村ヶ崎、MV よ。そう、これはね、ものすごく夏に映える曲でね。そうだね。またそのマジックアワーってさ、はい、夕方だよねきっとね。そうです。日が落ちてるんだけど、うん、まだ光がある状態の時間のことで、ね、よくご存知で。はい、白色なんで。いやー賢いな。いや、なんかね映画でやったよねマジックアワーって、三谷幸喜さんの。あ、そうなんだ、うん、それでねなんか知った知識だと思うんだけど、うん、だからすごいなんか綺麗に見える時間帯なんでしょ。そうですね、うん、僕はこの今ちょうどマジックアワーって僕歌ってましたけど、はいはいはい、このマジックアワーって言いたくて、うん、逆算して作ったんですよね。じゃあタイトル選考なんだ、はい、マジックアワーと言える曲で、まあ、結果タイトルもマジックアワーになったし、そこから詩も生まれて曲もついてみたいな。そうなんです。だから、はい、作った当初はマジックアワーがその今亀井さんがおっしゃったその時間っていうの知らなくて。ああ、そうなんだ。ただマジックアワーという言葉を知ってて。そうなんですよ。でも出来上がってみたら不思議とその時間帯っぽい雰囲気の。そうです ねだって日中の感じでもないし、ちょっとその夕暮れ時なね雰囲気がある曲だし、うんうん、湘南の海っていうのもまたなんかハマってくる感じよね。そうなんですよ。あ、ちなみにさ、ちょっと出てどういう段取りで聞いていこうかなと思ってた部分ではあるんだけど、翔平君出身ってどちらになるの？出身はですね、うん、僕交渉よく交渉してるのが交渉っていうのオフィシャルとしてってこと。僕はその町田ってよく名前を出すんですけど、はい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 、厳密に言えば、うん、神奈川県相模原市出身ですね。相模原なんだ。でも神奈川なんだね、はい、そうなんですよ。ってなるとやっぱその湘南とかのイメージもね湧きやすいしさ、うん、これがほらめちゃくちゃ山出身とかさ長野県ですみたいなとか鳥取ですみたいな、でイメージは違う。やっぱ神奈川なんだ。そうなんです。シティーボーイじゃん。いや、シティかな。いやいや、小田原からするともう東の人間全員シティボーイなんで。いやいや相模原とかね。いや、私ね、その神奈川にゆかりがあることばっかりでですね、はいはいはい、僕その神奈川県相模原市出身で、うんうん、まあ、生まれも育ちも、はい、神奈川県相模原市なんですけど、まあ、そっから、うん、小学校から高校まで、はい、東光学園っていうところに通ってまして、サッカーとか野球とか強い。聞いたことあるね、東光学園。そう、はい、で東光学園に通ってて、はい、でそれ川崎市で、川崎、うんうん、で小中高は川崎、はい、で大学は、うん、横須賀の大学に通ってたから。横須賀の大学、はい、そう、だからもうなんていうか生活圏がかなり神奈川にあるという。そうだね。そう、うん、むしろ川崎とか横須賀とかね、すごくそれぞれいい町だしね、うん、まあそうですね、まあ、小田原よりかはいい町。言うな小田原もいいぞすごく住むには。今移住者増えてるんだってめっちゃ。あ、そうなんだ。やっぱほらそっちの都会に比べるとさ、多分賃料とかも安いし、うんうん、まあ、電車のアクセスすごくいいからね。シンプルに新幹線止まるし。そう、ね、うん、亀井さんが駅の前まで迎えに来てくれたんですけど、はい、あ、今日ね、たまたまね、そう西口の前にいますっていう風にね、はい、LINE くださったんで、はいはい、なんかホーム降りてすぐ西口なのかなと思ったら結構歩いてね、うん、で新幹線のホームもあるやんってなって。ああ、そうそうそう、西口の方に新幹線あるからね。そう、小田原駅はね5個の路線が通ってるんだよ。すごい。小田急、うん、JR 東海道線でしょ、うん、であとは、ローカルで、大雄山線っていうのと箱根登山鉄道、はいはいはい、あと新幹線なのかな。結構通ってるんですよ。3番目と4番目カウントしてもいいんですか。いや、大結構誇ってんだから小田原は。そのローカル鉄道、ね、これラジオで話したかった。はいはい、僕去年の年末にね、うん、シンプルに、うん、小田原の奥のね大涌谷、大涌谷、大涌谷ね、黒い卵のやつね。そうそうそう、はいはいはい、ありますね。あそこに行ったんですけど。あ、そうなんだ、箱根ね。そう、はい、小田原から、うん、3つぐらい線乗り継ぐじゃないですか。おお、確かに。なんだろう、スキーで滑るだったら、うん、100キロぐらい出そうなぐらいの坂を登る鉄道。あ、箱根登山鉄道ね。そう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 、世界でも有数のスイッチバックという。それ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 折り返しながら登っていくっていうね、坂がすごすぎて。あれね、感動しましたね。へえ、そうなんだ。だそこそ僕31歳っていうふうに冒頭で言ったんですけど、はいはい、言ったっけ。いたいたいた、年は聞いた。そう、31歳31年間、うん、この神奈川県に住んできて、はい、初めて箱根登山鉄道に乗ったんだけど。そうなんだ、うん、
そのスイッチバックシステムの電車、うん、ここめちゃめちゃ感動して、あれ逆行ったってなるもんね。そう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 、うんうんうん、だってジェットコースター、緩いジェットコースターみたいな、ね、そんなにうんうん、まあイメージはそうなのかね。やっぱだから急坂だから登れないから、そうやって折り返しながら登っていくって作戦なんだろうね。そうだ、あれね、しかも、うん、その大涌谷に行くまで、はい、その、もう一個乗り継ぐじゃないですか。なんかケーブルカーとか乗るんだっけ。そうで、確か小田原から、はい、その箱根登山鉄道でその山頂ぐらいまで行って、その どっかまで行って、そっから乗り継ぐよね。もう2回ぐらい乗り継いだよ。ロープウェイか。そう、あ、じゃあ強羅からそっからケーブルカーでどっか行って、そっからロープウェイで大涌谷に行くのか、うん、そうそうそう、地元民全部車で行っちゃうからさ電車分かんないんだよ、アクセスがね。でもロープウェイとかケーブルカーがあることは知ってる。あ、うん、いや、坂を車でなんかこう、はい、パーキングじゃなくて何だっけ、うん、あれなんだっけ、パーキングじゃなくて何だろうね、なんだっけ、止めたらこう下がってくんじゃないですか。ああ、なんつうの、そのあ、Pに入れてね。そうそう、Pに入れて、パーキングに入れて下がんないよ。あ、下がんない、そういう仕組みじゃない。ニュートラル入れたら下がると思うけど、パーキングは大丈夫あ、大丈夫、うん、パーキングか D だったら大丈夫なんだけど、うん、R と N は下がるわ多分。あ、なるほどね、はい。まあ、ティンペッツのファン全国にね、はい、結構いるんで、はい、多分そのその坂がどれぐらい急なのかっていうのは、あのマジで分かってないと思う。味わってほしいよね。その場所によってだけど、強羅の坂とか結構えぐいからね。いや本当にね、すごい斜めだからね、うん、はい、そんな箱根の思い出を、箱根の小田原最高、ありがとうございます、うん、はい、ちょっとティンペッツの紹介改めてしてもいいですか。あ、ティンペッツは小田原のバンド。違いますよ、だから違うか、え、一応だから東京のバンドってくくりでいいんじゃないの。そうですね、本拠地下北でしょ、はい、下北沢でしかバンド活動してないですね、うん、今僕はあのホームページを拝見しまして、ティンペッツプロフィールを読みたいと思います、はい、中学からの同級生を満を持して強いバンドたちを倒せるような力がついたらバンドを組もうという約束を果たすべく、うん、2017年9月ティンペッツ結成、うん、同級生なの。そうなんですよ、知らなかった。さっき言った、はい、あの東光学園っていう学校の中学高校の同級生と一緒にやってまして、うんうん、はい、ギターの名前と名前くん、ローマ字表記の名前ね、そう、名前くんギター、はい、そうややこしいんですけどね、はい、あの名前が名前って言うんですけどねそれはでも本名のね、名前。いや、そんなわけないでしょ。違うの違うんだそうそう、名前っていう、まあ、本名がピーなんですけどね。あ、ステージネーム名前くん、ステージネームですね、名前くん。ベース、ね、その前にキーボードの、キーボード、田浦空、タユラソラ、はい、はい、これは本名、これもステージネーム、ステージネーム、ステージネーム、タユラソラ、かっこいい、かっこいい名前だよね。彼らと、はい、中学高校の同級生でして。ああ、そうなんだ、はい、吉田翔平は本名な。吉田翔平は、うん、実はこれ偽名でして。あ、そうなんだ、全然知らなかった勝手に。なわけないだろ、なわけないだろ本名だ、本名ですよ。じゃあどっちかにしてちゃんと俺のボーカルの吉田翔平と、うん、このベースの前島隆博は、まあ、本名、本名なんだ、はい、うん、半分は違うんだね、半分は違うちょっとあんま分かんねえわそうなんだ。田浦空くんとギターの名前くんが中学の同級生、はい、中高の同級生。そうです、はいはい。ベースの前島くんは、ベースの前島隆博は、はい、まあ、ライブハウスで知り合ったお友達からのスタートでした、ね、はいはいはい。じゃあ初期メンバーではない。一応バンド結成時に、うん、はいました。あ、いたのね、はい、そのティンペッツ結成時ってことね。で今プロフィールご紹介いただいた通りですね、はいはい、まあ、結成がそもそも遅くて、はい、27歳の時に結成したんですけど。確かにね、はい、そうだね。で、まあ、その12歳からの友達と、はい、まあ、その高校ぐらいから一緒にバンドをやってて、はい、その本当に強いバンドを倒せるような状況が整ったらということで、うんうんうん、なるほどね、はい、満を持してなんだ本当に。そうなんですよ、で、そこから活動を始めてると、はいはい、で、それティンペッツの前は、はい、吉田翔平という名前でバンド活動しておりまして。あ、ソロ名義 で、はい、うん、でそこにバックバンドがいたという形で。なるほど、まあ、その活動の中で、はい、前島隆博と出会いまして、はい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 、でティンペッツをスタートさせたって感じですね。結成時には前島お前の力が必要だと。そうです、まあ、一緒にやろうと、はい、はい。企画では3桁のお客さんが来るようになり、うん、本拠地下北沢で頭角を現しつつ、うん、あるボーカルが130キロあるという得意な4人編成バンドすごいね、プロフィールにボーカルの体重書いてあるっていう。そうです、ね、今130もあんの。ちょっと痩せて今ちょっと減ったよね、はい、120キロ、ね、あ、10キロ痩せたね、うん、10キロね、120あんだ。でも上背もあるよね。
いやいや、亀井さんの方が全然大きいんですよ。僕あの80ぐらいない？いや僕ね、タッパ176しかなくて。あ、そうなんだ、はい、でも176で120キロじゃ大きいね、やっぱり、ね、いや大きいですね、うん、あの1センチあたり何キロあるんだっていうね確かにまあまあなキロ数はあるけど、そうそうそう、まあまあ結構大柄なボーカル吉田翔平くんを支えるメンバー4人、うん、まあサポートドラム迎えて5人編成でね、そうですね、大事なこと多いですけれども、はい、そんな、ティンペッツ の, あの本当はね、あの吉田翔平くんのパーソナル情報聞こうかなと思ったんですけど、うん、もう曲を流せっていうタイミングから4分過ぎてるんで、やばいやばい、曲入れますね。はいはいはい、はい、地元のシンガーソングライターの、新譜が届きました。聞いてもらいましょう。藤村拓也くんでベンチで空を仰ぐ。いただいておりますよ。藤村拓也くんと言いまして、うん、まあ、あの小田原市の隣町なんですけど、うん、南足柄市というところ出身で、うん、はい、で何年か前、2019年とかなのかな、コロナになる前なんだけど、うん、カブで日本一周して、すごい、全県で歌う系のシンガーソングライター。でこれも多分その旅の途中で生まれた曲ではあるんだけど、へえ、応援したくなりますね。いやそうなんだよね。まあまあ仕事しながらではあったんだけど、その1年間は仕事休んで、もう株で回ってさ、うわ、もう藤村拓也くんの YouTube の動画全部いいね、遅そのえすごい規模でね、すごい心意気ですね。いやいや、そうなんだよ、すごい、歌うたいと言いますか、うん、でその藤村くんは実は音源を持ってなくて、で今回満を持してね、できた一作なんですよ。これは満を持してですね、はい、ぜひともチェックしていただければと思います。よ、はい、7月にね、確かリリースになったので、うん、はい、というわけでここから後半戦ですけれども、はい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 、本日はゲストにティンペッツ吉田翔平くんを迎えして放送しております、亀井たちのカメラジオ、通称カメラジというわけでして、ここから後半戦もう通りに行きますよ、この書いてある通り、はい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 、好きな音楽の話。お、はい、どういう音楽が好きですか。好きな音楽の話、ですね、うん、もうこれはもう初めてのラジオ出演なんで、はい、ゼロから説明させていただきます、ね、わ、そんな時間ない、あ、そんな2分ぐらいしかない時間は2分ね、うん、2分でタイムテーブル渡されてますからいや、じゃあもう簡単に言いますと、はいはい、中学2年生の時にですね、うん、僕130キロあったんですけど、もちろん当時はない、当時はない、当時はない、 今は130キロあるんだけど、はいはい、当時はあの水泳部に所属してまして、で水泳部の時に、うん、他の、まあ、部活のサッカー部の友達から、うんうん、ミスターチルドレン の,、はい、その日産スタジアムでのライブがチケット1枚余ったから、これ行かないかって言われて、でもチケットが7500円したんですよ。あ、高いね、まあ、ミッシルさんはそんぐらいするかもね。そう、うん、で中学2年生だから、うん、その持ってなくて7500円、まあまあまあ、うん、お小遣いですからね、言ったらね。そうなんですよ、2000円ね、中2 2000円2000円だったんだ、中1 1000円中2 2000円、すごい倍になったね。え、そうそうそう、はい、でまあだからちょっといけないなって話だったんだけど、うん、もうあなた人生変わるから、はい、私半分ですから、それは絶対行きなさいって言われて、うん、親にね、うん、半分出してもらって、全額出してやってくれよ親みたいなでも優しいね、半分払ってくれたんだ、そう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 、優しいって言ったら、うんうん、もう頭に雷が走るような衝撃が、いやそうだろうね、そう、1曲目がね、うん、終わりなき旅っていう、はいはいはい、ミスチルの代表曲から始まりまして、ね、もうそれでもう本当人生変わって、あ、まあ水泳はもちろん真剣にやって、その後、はい、関東大会の決勝まで行くというまあまあ真剣にやったね。そうなんです。その時何キロだったの、ちなみに体重は。その時は80キロ。あ、でもでっかいっちゃでっかいか。いや、そっからね、50キロリバウンドしたからね。そう、すごっで、まあ、そう、中2の時に、うんうん、そのミスチルを聞いて、はい、脳に電撃が走って、はい、でまあ、親がたまたま、うん、ギターをやってたので、押し入れからギターを出して、はいはい、僕もそのタイミングで始めましたね。翔平、お前もやるかと。いや、俺が勝手にボロボロのギターを取って、うん、やってみようと。そう、ポロンポロンって。最初何曲歌えた？最初はユズでした、ね。ユズで、ね、ああ、俺ユズ大好きだから結構いけるよ。ユズの何？ユズ三番線。三番線、うわ、いい曲だね。いい曲持ってきたね。そうなんだ。そうなんですよ。じゃあきっかけはミスチルではあるけど、まあ、小木で弾きながらやってきたと。はいはい、わ、これ全然時間なくなっちゃうね。やばいですね。喋りすぎなんだよ。もっと喋りたいんだよ。だって毎日1時間、毎日じゃないか、毎週、うん、
ツイキャスで1時間半、はい、1時間半そうなんです。毎週月曜日ね、はい、あのティンペツのツイキャスチャンネルから、はい、あの10時半から1時間半喋るのをね、もう 1年間12時までってことでしょ。そう、うん、1年間どんな時でもやってやってきて、はい、はい、でおかげさまでファンがたくさんいらっしゃるそうで、全国にね、その地方民というあの東京以外に住んでるやつをさあの食べするから地方民っていう冗談のね、まあ、冗談のワードがあるんですよね、はいはいはい、うん、でもあれよ、東京でいざという時のワンマンやったら地方民は駆けつけてくれるんだから。いやちょっとね、まあいろいろ今この情勢ですけども、うんうん、必ずね、はい、その あれがあの病が落ち着いた時にはぜひ来ていただきたいというふうに思っております、はい、全国のみんなが喜んでくれるようなことをきっとね、翔平くんは、うん、まあティンペツは考えてくれると思うんで、うん、楽しみにしたいと思います。俺に任せろ。はい、1曲いきましょう。はい、それではあの中学2年生の時にですね早い、あのリリース展開が早い、中学2年生の水泳部の時にですね、はい、ずっと聴いていました、うん、この曲を流したいと思います。お願いします。ケミストリーでミラージュインブルー。はい、聴いていただいておりますよ、ケミストリーよ、はい、中2の時に聴いてた、うん、夏感がある。そうなんですよ、はい、やっぱそういう今は夏だから夏の曲流そうみたいなお気遣いいただいて。そうですね、はい、ありがとうございますもうわざわざマジックアワーとね、ケミストリーを聴いてもらったわけですけども、あと1曲ねもう流すタイミングがあるんですけど、次流す曲がリリースされてる曲っていい、そうです、認識合ってる、はい、合ってます。それ楽しみに最後のトークテーマなんですけれども、はい、夏好きっていう、まさに夏の話ですけど。そうなんですよ、はい、夏どうすか。夏はやっぱこの130キロにきついっすけどね暑いは暑いよね。まあ暑いです、ね、やっぱ汗出ちゃうでしょいっぱい。いや俺ね意外と出ない、うん、出ないんだ、はい、俺めちゃくちゃ出るんだけど、うん、あの全部は183センチの90キロなんで、でかいな、まあまあでかいけど、うん、ただまあ120キロにはやっぱかなわないけど、そんな汗かかないんだ。あの汗だからよく言われるんですけど、はいはい、その太ってる人って、うん、暑がりなんじゃないかと。ああ、確かに。あ、それは違う。違う。暑さに関しては、うん、大体普通の人と一緒大体ね。そう、はいはいはい、ちょっと暑いと思うことがあるけど、うん、その感覚が普通の人とずれてることはないんだけど、はい、ただし、はい、寒さには強い。確かにな、脂肪を蓄えてるわけだもんねアザラシと同じルールだもんね。そうだよね。そうかそうか。そう、寒いとはあんま感じないんだよね。そっか、そうなんです、ね、それはじゃあそうだね、はい、で 夏が好きかどうかって問題は、暑いけども、うんうん、嫌いでもない。まあね、だからその中学の時水泳部だったんで、そっかそっか、そう、部活めっちゃやるもんね。冬はだって泳げないもんね。そうなんですよ、うん、筋トレばっかするんでしょだって冬。冬はそうなんですあの東高学園水泳めちゃめちゃ強くて。あ、そうなんだ、はい、30年連続でインターハイとかでめちゃくちゃ強いじゃん。そうで、そこも強豪だったんですけど、うん、はいはい、外プールが、うん、外プールだったんですよ。おうおう、その私立、私立って大体、はいはい、温水プールが中プールありそうだね、なんかね。そうなんですよ、うん、でも外プールだったんで、はい、冬はずっと筋トレしてて、普通の公立高校みたいな感じだね。そうなんですよ。そっかそっか。だからそこからね、はい、だからその夏といえばね、うんうん、なんかその水泳 そのプールにこう光、はい、うん、太陽が反射して、うん、っていうのがね、うだる暑さの中水に入ってね。そう、僕プール好きなんで、お、はい、あの毎年あの小田原の市営プール、うん、市民プールに行くぐらい好き、うん、あ、そうなんだ、はい、あの300円ぐらい入れるんだけどさ、ただほら海の町だからさ、海水なのよ。あ、海の町なんだ。まあ小田原はあの漁港というか海すぐ近いから。そうなんですね、はい、もう海のすぐ近くにプールあって、うん、海水が引かれてて、うん、めちゃめちゃしょっぱいんだけどでもまあまあその300円で泳げるなら全然いいかなみたいな。あと結構日焼けも好きで、ほうほうほう、健康的な感じかなと思って。ラジオの方はちょっと分かんないかもしれないですけど、はいはい、結構亀井さん焼けてるんですよ。焼けてますこれ、はい、あ、焼けてるんだ。焼けてる。あんまり意識はしてないんですけど、今年たまたまあのなんか、ね、作物の収穫を手伝ったりしてたんでほら暇じゃないライブハウス今年。まあ確かに ねだから梅狩りとかやったら焼けちゃったっていうのはあるんですけど、うん、あの黒か白かで言えば多分まあどちらかというと黒いよりね。そうだよね。そうでバンドマンはさ、うん、白い方がなんかバンドマン感あるよね。いやまあそうですね。あのそれが唯一許されるのが、うん、あのガタイ系のドラムっていうね、まあ、そうドラマーは割とねなんか黒くてもいいんだけど、でもフロントマンはやっぱほら、いやまあね、真面目なバンドマンはさ、スタジオとライブハウス行き来してたらあんま黒くなんないっていうね、うん、まあまあまあ、うん、僕も基本的にそうですよ。はい、はい、だからスタジオの行き来しか外出ないですけど。でしょ？ってなるとそんな日焼けしないもんね。しないけど、うん、僕その僕もね亀井さん
俺外出ない、神さんはその作物なんかしたかもしれないけど、はいはい、俺は外あんま出てないけど結構黒いんですよね。確かにね、出てるとこ黒いのかもね。焼けやすいんだろうね。そうなんです。そう、今年の夏何します？今年の夏は、はい、まあ制作しますね。あ、まあ制作の年だよね、もうずっとね。はい、まあ一応その8月の4日にですね、はい、リップルというアルバムがリリースされまして、はい、ファーストフルアルバムのリリースね、はいはい、それ以降はまあ、アルバムのなんていうんですか、その、はい、リリースパーティーみたいなものを何本かしていこうというふうに、うんうん、おいおい、何本かなんね、はい、うん、な結構していく予定なんですけど、はい、まあね、そのどっかのタイミングで、はい、ザ・ダイジョブズとも一緒にやりたいなとは思ってますけどね。やりたいね、ぜひ、はい、そうそう、強いバンドを、ね、ぶっ倒すために、はい、結成されたんで、まあ、ダイジョブズは早めに目を積んでおかないと。なかなか癖はあるからね、バンドとしてはね、倒しとかないとって感じはするよね。そう、うん、強いですから、はい、まあ、さっきもね、その CM 中にね、はいはい、話したんですけど、はいはい、ダイジョブズちょっと強えなと思って、ね、いやでもなんかたまたま見たらさ、結成が2017年でしょ、うん、多分一緒なんだよ、うちも。そうなの、2017年とかだと思うよ。そうだわ、そう、17年、さっきから聞いた。そう、5年目とかだから、だ、まあ、キャリアも一緒だし、うん、まあ今のうちにね、どっちがモンスターになるか分かんないけど、お、ね、一回ちょっとやっとかないとね。いやいや、ジョブズはね強いのよあのね、地力が強くてさ、いや、うん、あの男気があってすごい好きなんですよ。これ今日一応僕ゲストなんで、はい、はい、ジョブズの紹介するのもあれなんですけどいやいや、なかなかリキッド2回っていうのは、リキッド1回はね、リキッドルームっていうね、ライブハウスが東京に、ね、そうありましてね、900人入るライブハウスが、そうそうそう、はいはい、まあ、そこね、多分1回なら奇跡でできるんですけど、そうですね、頑張ってね、はい、そう、うん、2回やってるからね、2回はなかなかだよね。そう、いや、これはマジでね、強いね。これは全部ボーカル松野のせいだから。あ、そうなんだ。いや、俺反対してんだよ毎回いや、だって最初にやった時さ、9月30日月曜日ってイベントが誰も抑えなかった日をさ、うん、もうやめなよって言ったのに抑えちゃったんだから抑えちゃったらもうやるしかないんだからそう、ね、っていうその勢いのあるおじさんたちだから、うん、でもまあティンペッツァってね、その強いバンドを倒せるようになったらバンド組もうっていう約束で組まれてるバンドなんだから。そうなん、倒しに来てもらわなきゃ困りますよ。俺もね、その松野さんと同じね、はい、こうジャイアン系があってね。あ、いいと思うよ。そう、去年はね、はい、渋谷の WWW って、はい、それこそ400キャパシティ、ね、素晴らしいライブハウスですよ。そう、うん、大きいところを借りてですね、はい、で6月もですね、下北沢ガーデンっていう下北沢で一番大きい やってるね。そう、うん、500の会場、はい、キャパシティ500ぐらいの会場を借りてやったんですけども、はい、2回ともね、コロナウイルスというね、はい、流行りの病のせいでね、うん、中止になってしまいまして、はい、うん、だから結構ね、心臓を舐めた1年だったんですけども、うん、まあ、そこからまあなんとね、もう盛り返して2021年は、はい、アルバムをリリースね、そう、うん、というそこまでこぎつけてね、なんとか、はい、くたばらずにやっております、ね、うん、まあ、こういう時だからこそ力を合わせてね、なんかその、うん、まあ、プロレスでいいんですよ我々は。お、やっぱ来てくれるファンの方が盛り上がってくれれば一番いいわけですから、うん、いいライブしてファンに喜んでもらいましょうよ、うん、いいよ、はい、じゃあぜひ対バンを楽しみにしてます よ, よろしくお願いします。よ、はい、というわけでラスト1曲、翔平くんの選んでくれた曲ですね、はい、じゃあ曲紹介お願いします。はい、じゃあファーストフルアルバムリップからリードトラックです、ビスケット。はい、聞いていただきました、ティンペッツでビスケットでした。よ、すごいなんか可愛いらしい感じの、可愛いでしょ、ダンサンブルな、うん、いいで、いや、すごくいいと思いました。ありがとうございます。はい、この曲は我がダイジョブズの白井美咲くんが演奏参加されてると、うん、ね、イントロのドゥレドゥン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 ってのは美咲が、美咲だと思ったいやいや、分かんなかったけどなんかね、サポート手伝ってるとか聞いたんで、いや、ありがたいですね。いや、いいっすね。はい、はい、聞いていきました。最後に、ね、もう一回紹介しようと思いますけれども、うん、ファーストフルアルバム、うん、今週リリースになりました、うん、はい、ぜひともねチェックしてみてください。聞いてください。はい、お店では、タワーレコード新宿店で購入がいただけますので、うん、はい、全国流通ってことは注文すれば買えるのかな。その辺はね、ちょっと追って収録なんでね。そう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 、この番組収録なんであれなんですけど、はい、まあ、一応タワーレコ新宿店で買えますし、うん、まあ、詳しい情報はホームページないし、うん、SNS とかですかね、うん、見てください、チェックいただければと思います。ぜひよろしくお願いします。さあ、この時間ライブ告知になりますけれども、はい、ティンペッツあります。そのリップルのですね、はい、リップルアット下北沢というイベントをやりまして、はい、
そのリップルっていうのは波紋っていう意味なんですけども、波紋、そのまあ波紋をね、このアルバムでこう音楽シーンに波紋を起こせたらいいなっていうことで、波の模様ってことか、波紋って。そうです、あの、はい、破る門の方じゃないよね、俺やじゃない、波紋の方じゃないね、水滴が水面にプチャンとして広がる、はいはいはい、広がるよね、そう波紋ですね、はい、でそのまあ、リップルアート下北沢というイベントをやりまして、はいはいはい、それが8月の27日金曜日、下北沢モナレコードで、モナレコード、対バンはザ・ケセラセラというバンドをですね、あの迎えてやらせていただきます、はい、ツーマンライブ、ツーマンです、ね、一応オープニングアクトに、うん、あのリンゴトンというお友達のバンドもいまして、うん、はいはい、まあ、一応3バンドです、はいはい、ぜひ、お近くの方で言いますか、チェックいただければと思います、はい、それ以外にもずっとやってくんだよね、うん、今年というか 10月ぐらいまでやってきますよ、うん、リップル起こしますから、そうだよね、波紋起こしに行くわけですからね、そうですよ、ぜひとも詳しい情報は、まあ、SNS、Twitter とかが一番早いのかね、そうですね、はい、カタカナでティンペッツで調べれば出ますかね、はい、はい、ぜひともチェックしてみてください、よろしくお願いします、はい、じゃあシャレドからも、ライブ告知させてください、今月、おかげさまでだいぶライブが戻ってきまして、たくさんイベントがあるんですけれども、1本だけ、8月の29日日曜日、バンド、やってきます、すごくね、これいつもさ、ラフィンノーズだ、うん、ラフィンノーズという伝説のバンドが、うん、伝説やってきます、小田原のウォーズマンが、オープニングアクトとオープニングゲストとして召喚されております、ぜひとも見に来てください、よろしくお願いします、詳しい情報はホームページ、インターネット検索で小田原シャレード、小田原は小田原市の小田原シャレードは姿麗しい人、漢字6文字でチェックしてみてください、そのトップページから各種 SNS ですね、 LINE アット、 Twitter、 Facebook、 Instagram、最近では YouTube チャンネルもありますし、最近僕はノートっていう、うんうん、あの文字を書くやつで文章書いたりもしているので、うん、もろもろチェックしてみてください、よろしくお願いします、はい、見てます、 ありがとうございます、 Twitter が6割、インスタが3割、 Facebook が1割って書いてありましたすごい見てるじゃん、なんかすごい下調べするタイプだった翔平が、はい、ありがとうございます、というわけでラスト1曲、僕の選曲で聴いてもらいましょう、空中世界で世界で一番幸せなのは、最近知り合ったミュージシャンなんだけどね、うん、なんか割と近いところに今いて、うん、なんかあの応援してあげたいなと思っている、うん、空中世界、まあ、ともみさんって方なんだけど、まあ、空中世界と名前でやられてて、結構 YouTube だったりとか、あとインスタとかでもね、うん、あのアップしてるんで、気になった方はチェックしていただければと思います、うん、ぜひ、というわけで今週はこの曲を聴きながらお別れとなりますけれども、はい、翔平くん、はい、1時間ありがとうございました、いいえこちらこそ、いつもね1時間半一人で喋ってると、うん、あ、そうですね、お伺いしてるんで、はい、ちょっと問題なかったのかなとは思いますけれども、喋り足りないぜまた来週もはいはいはい、はい、いただけるということなんでね、そちらも楽しみにしたいと思います、聞いてね、はい、ラジオ初めてっていう風にね、うん、言ってましたけど、いや初めてで緊張しなかったのはもう亀井さんのおかげですよ、いやいや、そうやって言ってもらってるけど、めちゃくちゃ今日車に乗り込んだ時は緊張してたよね、なんかね、ちょっとね、うん、言うなそういうの喋ってみたらやっぱ普段ね喋りなり1年間喋ってきた、はいはいはい、きっとたくさんのファンの方が聞いてくれてると思うんで、いや、はい、だと信じたいわ、これからもねその配信の方もぜひとも頑張っていただきつつ、はい、まあ、バンド活動をチェックしていきたいと思ってます、はい、よろしくお願いします、よろしくお願いします、というわけでこの時間をお送りしたメンバーを最後に紹介したいと思います、パーソナリティは私ライブハウス小田原シャレード亀井久志と、ゲストはティンペッツから吉田翔平くんでした、ありがとうございました、ありがとうございました、さあ最後の挨拶いきますよ、はい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 、元気よくなんだけど近づくと多分割れちゃうから、うん、あの向こうに向かって、あの遠くに向かってちょっと最後の名台詞言ってねそれでは来週も夜、金曜夜9時にお送りします、ぜひとも聞いてください、じゃあまた来週、アディオスアミーゴー、ちょっと待って、向いてないのに割れてるからね